市民の皆さん、こんにちは。市長の永見和夫です。市内では年明けから新型コロナウイルスの新規患者数が急増し、1月は621名、2月はこれまでの最多を大きく上回る1613名と多くの市民の方々が罹患されました。3月は21日時点で846名となり、2月と比較して減少傾向にあります。全国的にも感染症患者数は減少傾向にあり、国は東京都など18都道府県に実施していた新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置を3月21日に終了しました。桜の花が咲き始め、春の息吹を感じる季節となりました。これからもマスクの着用、こまめな手洗いなどの基本的な感染防止対策を続けながら、コロナ禍で失われてしまった人との関わり、つながりをもう一度作り直すためにも、ウィズコロナ、アフターコロナの時代を共に過ごしていきましょう。